はい、こんばんは。何事も浅く広く、カメラなどの話チャンネル山でございます。今回はまあカメラの話なんですけれども、ちょっとね趣向が違いまして、野鳥撮影する方をねよく話すんですけれども、皆さんねこれをやったらねもう少しね、まあ私が言うのもおこがましいですけれどもいいんじゃないかなということがありましたので、それについてねお話していこうと思います。野鳥撮影行きますと、どうしてもね野鳥が出るまで隣の方とお話したりすることあると思うんですけれども、その中でねなんとなく分かってきたことですが、圧倒的に野鳥撮影する方にないものがありますね。他のスナップ撮影ですとか風景写真を撮る方ではほぼこれはやってると思うんですけれども、なぜかね野鳥撮影の方はやってる方が少ない、そんなものがあります。何だと思いますかね。意外だと思うんですけれども、パソコンでの写真編集ですね。野鳥撮影する方はやはり年配の方も多いですし、結構聞いていますと SD カードなどに保存された写真をそのままカメラ屋さんに持ち込んで印刷してもらうという方もいたりですとか、少しスマートフォンなどが操作できる方はスマートフォンに入れてもらうですとか、そういったことはするんですが、すごい方だとトリミングもしたことがないですとか、あるいはねスマートフォンでのトリミングありますよねぐらいしかしたことがないという方も結構いますし、プリントしてもらうことしかしていない、トリミングもねカメラ屋さんに任せているなんて方もいたりもします。はい、圧倒的にパソコンとまでは言わなくてもスマートフォンでの編集もしたことがない、レタッチですねもしたことがないっていう方が結構います。なわけねえだろうと思われる方もいるかもしれませんが、これ本当結構います。お話を聞いてるとね、いい写真が撮れた、カメラ屋さんに行こうなんていうね話題が出たりして、私なんかね思ったりもします。まあ、まずはパソコンで確認してピント調整、あるいはねレタッチ等をして仕上げていくというのが私的にはね普通だったんですが、そこでねちょっとしたカルチャーショックを受けました。やはりねパソコンというのは敷居が高いかもしれませんが、こういうねキーボードとかあったりですとかマウス操作ですとか、ちょっとね敷居が高いと思われる方もいるかもしれませんが、まずはねここまでいかなくてもスマートフォンに取り込む技術をお持ちならば、スマートフォンのアプリでねレタッチしたりですとかトリミングしたりですとかから始めれば本当にね写真が良くなると思います。うまいなと思われる方でも本当パソコンを使ってないって方が多くてびっくりしますね。何も構わない写真が一番だと思われる気持ちもわかるんですけれども、フィルム時代ももちろんフィルムのね性格あるいはね特徴というものがありましたし、今のデジカメでもね、JPEG が全てではもちろんありません。ホワイトバランスが崩れたりですとか、メーカーの特色が出ちゃったりですとか、スタンダードだと濃かったり、ちょっとね色が濃く出たりとか、そういうねこともありますので、まあ JPEG が全てじゃないんでね、それが全て至上主義、トリミングもしないレタッチもしないが素晴らしいというね考えはちょっとね置いておいてチャレンジしてみるっていうのもいいんじゃないかなと思います。まあよく考えればね、そういった方はフィルム時代の考え方が残ってるんじゃないかなと。トリミングをしなくて、そのまま上げる、ポジフィルムリバーサルフィルム等を使っていた方はね、そういう考えに至る方が多いんじゃないかなと思ったりもします。逆に今はね、トリミング等はデジタルなら当たり前ですし、なんならインスタに上げようと思ったら絶対真四角にトリミングされますしね。はい、そういった意味でもトリミングあるいはレタッチ等がねちょっとやると本当にいいのになと思うような写真があったりもするのでね、見させていただくと頑張ってほしいなと思う次第でございます。偉そうなこと言っても私もね全然腕もねパソコンも写真もね伴っていないわけなんですけれども、やっぱりねレタッチしてみるとすごく面白いんですよね。自分の写真がね、あこんな風にも表現が変わるんだというのをね体感できたりしますので、若い方や熟練の方は、今更何言ってんだよというお話かもしれませんが、これ本当に多いですからね、パソコンを使っていないあるいはスマートフォンすら使っていないという方は本当に野鳥撮影多いですから、ちょっとでもいいのでね試してほしいと思います。またね
トリミングなしがいいんだとかレタッチなしが最高だという考えもちょっとね和らげていただいて、よく考えればレタッチ等もね JPEG であるならば勝手にカメラがやってるわけなんですからね、はい、JPEG で保存するときにねカメラがね自動的にレタッチしてるわけなんですから、そのレタッチがいいっていうのはちょっと違うかなと。やはり自分好みにね写真をね表現するっていうのが醍醐味だと思うので、やはりパソコンとはね敷居が高いかもしれませんが、ぜひともやってほしいところであります。まあすごいカメラやすごいレンズがね扱える方々ばかりですので、パソコンはねちょっとやれば覚えれると思うのでね、同じようなデジタル製品ですので難しいかもしれませんが、頑張ってほしいなと思う次第でございます。パソコンまでいかないならスマートフォンでいいのでね、一度やってみると面白いですよね。特にノイズ耐性をね、ノイズ軽減とか、解像度を上げたりですとか、ホワイトバランスの調整、このあたりをするだけでね、全然写真が見違いますからね。そして、例えばね、Photoshop あるいは Lightroom、まあ、他のレタッチソフトでもいいですけど、自動のね、モードを使ってみて写真を変換してみる。それで納得いかないなら元に戻してみる等でも全然写真がね、違って見えてくるんですよね。例えば、ね、自動で変換してみて、ここはやっぱり違うだろうというところだけもう一度やり直すとか、まあ、そのあたりから始めるとね、本当写真が綺麗に見違えるようになっていくと思います。ということで特にね、野鳥撮影する方は本当に私見てて多かったので、これびっくりすることに年配の方だけかなと思ったんですけども、若い方でも結構いるんですよね。あまりねパソコンを取り扱っていない世代だとは思うんですけども、20代ぐらいから下かな、スマートフォンで全て済ませてきたような方が意外とパソコンでやってなくて、そのまま iPhone に取り込んでトリミングレタッチインスタグラムっていう方もね結構いたりします。それはね悪いとは言いませんよ。全然それで写真の楽しみ方っていうのはね人それぞれでいいんですけども、大きい画面でね確認してみるともう楽しいので、特にね大きい鳥を撮れてバッと撮れたのをねモニターで確認するっていうのも楽しいですので、まあ、その先にはねプリントして楽しむっていうのもありますけれども、ぜひともねそういう楽しみ方をね一度体験してみてほしいなと思います。レンズのねグレード一つ落とす、あるいはカメラのグレード一つ落とすでねパソコンなんて変えちゃいますからね、そこまでね静止画をレタッチするだけなら凄まじい性能のパソコンがいるわけではありませんので、まあ、動画は別ですけども、静止画だけならそこまで必要ないので、例えばねレンズを1本購入するのを遅らせてとかで、パソコンを購入してもらうとね綺麗になるんじゃないかなと思ったりします。まあちょっといいレンズを買うよりその方がね写真が良くなると私的にはね体感的には思いますね。はい、ということでね今回はね野鳥撮影される方の中で圧倒的にされている方が少ないパソコンでの編集レタッチあるいはプリント等のお話をさせていただきました。そんなことないよという方もいるかもしれませんが、一度ね周りの皆さんと話してみてください。結構本当にいます。それが全然重ね重ね言いますけれども悪いことではありません。人それぞれの楽しみ方があるので、ただこんな楽しみ方もあるよ、これやるとね深く楽しめるよという、あくまで私なりの感想ですので、そのあたりお間違いなく強制するものでもありませんし、楽しみ方はそれぞれでございます。このチャンネルではねこういったくだらない話からいろいろねカメラのね話をどんどんしていこうと思ってますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またツイッター、インスタグラムやってますので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。そしてこの動画少しでもいいなと思った方、いいねボタンを押してくれるとめちゃくちゃ嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ、またね、さようなら。